画面の向こうの皆さん、ごきげんよう、ゆきのです。今回はこちら、お買い物をしてきたので購入品紹介です。こちらパーツクラブさんで購入してきました。前回行った時は売れ切れだったものがあったので買ってきました。こちらはパウダーですね。オーロラパウダーが2種類、ピンクとブルー、緑系、ブルー系なのかな。こちらの2つです。こちらはつぶし玉です。こちらも T ピンですね。シルバーのピン系が少なくなってきたので補充しました。つぶし玉もなくなってきたので購入して、帰りに3コインズを寄ってきて、前々から気になってたこちらのネイルも買ってきました。まずはパウダーから見本作りをしていきます。パウダーの見本作りってなんだとか思われるかもしれませんが、実際に塗ってみて、ああこんな感じかという、そのなんていうか、実際に使う前のお試しというか、そんな感じですね。こちら透明バージョン、白黒バージョンでいつも作ってるので、それで作っていこうと思います。粉質は普通のパウダーって感じですね。ギュッてプレスされてるタイプなので、しっかりとたくさん入ってんのかなって印象があります。粉を塗っていきます。グリ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 。こちら塗る前にノンワイプトップコートを塗ってから塗ってます。透明の方は塗ってないんですけど、白黒の方はまずノンワイプトップを塗ってます。いや、ピンクの方、反対側を使って塗っていきたいと思います。こちらも同じような形状ですね。プレスされているのでしっかりこすればちゃんといっぱい取れるみたいな感じです。塗っていきます。近くで見てみます。こんな感じです。黒色の方が綺麗に発色してますね。透明の方も淡い感じで、こんな感じで綺麗に発色してます。こちらを貼っていきます。粉の上にもう一回ノンワイプトップを塗って、ちゃんと粉を固定するっていう感じで、ちゃんとこすっても取れないようにしてます。透明の方は蓋に貼ります。キュッキュッと。こちら白黒で作った方ですね。裏面に貼っていきます。お胸に貼ると粉が見えなくなってしまうので、こういうのは裏に貼ります。ギュッギュッ、完成です。あ、転がった。完成しました。これで作るときにこんな感じかなって、すごく分かりやすくなったかと思います。いいですね、発色がすごく綺麗です。皆様はつぶし玉の使い方はご存知でしょうか。つぶし玉、かしめ玉とも言いますね。ゆきのはもともと持ってたのはかしめ玉というものなんですけども、パーツクラブ様にはパーツクラブさんにはかしめ玉がなく、つぶし玉という形で置いてありました。形状はまあかしめ玉が四角形っぽい感じで、つぶし玉は丸って感じです。使い方は同じですので、よければ使ったことないとか使い方わかんないって方はぜひ見ていただければ、今後何か使う際には参考になるのではないかと思いますので、よければ一緒に作ってみませんか。まず、つぶし玉を通します。ワイヤーは、まあ、ご自身がある、使いたいものを使うといいかと思います。今回使っているのはちょっと柔らかい、でもちゃんとしたワイヤーになっているものですね。こんな感じで、1本の方にギュッて通して小さい輪っかを作ります。ギュッギュッて、できるだけ小さくして、ギュッと潰します。ペンチでしっかり潰してください。これで取れなくなります。端っこの方はちょっと切っておきますね。長すぎるとはみ出してきてしまうので、こちらのボール型の、なんだろう、なんかフックがついてるボール型のこれを通します。これを端っこまで持ってきて、ワイヤーをこういい感じにこうギュッギュッて挟んで、こうギュッギュッギュッと、でギュッてして
いやちょっとはみ出てるなと思ったらこうキュッキュッて取ったりとかしてこうグッグッグッってやるんですよね。この辺はまあこう中身を見ていい感じに調整してください。ちょっとワイヤーが出てきてたので切りました。でグッグッグッっていい感じになったので潰し玉ちょっと見えないんですけど画面外で潰してます。グッグッって潰してグッグッといい感じグッグッグッってやってますね。はい、こんな感じでできました。反対側も、もちろんビーズを通してからやります。でも今回通さないので、こんな感じです。違うパターン、次はこちらの缶を使っていきたいと思います。雪乃がよくやるパターンですね。はい。こんな感じで、丸缶と、挟んで、間にこう、ちょっと見えないんですけど、間にこうグーって入れますね。グーっと。はい、いい感じにこう、挟んでいきます。こんな感じで固定していきますね。はい、グググと。この辺はちょっと調整しつつ、まあ、あまり大きすぎず、かといって可動域が少なすぎてもっていう感じなので、ちょっとだけ気持ちね、気持ちちょっとあるぐらいにして、グッて潰します。グッグッグッと。はい、潰しました。で、こちらビーズにもよるんですけども、まあ、隠れないので、ね、基本的にだちょっと長めにしといてビーズでこう挟んで強化するみたいな感じなので今回こういう場合は、短く切らずに長めに残しておいた方がいいかと思います。あとでビーズを通した際はみ出た分を切るって感じで、はい、こんな感じで次こちらはかしめ玉の方ですね。かしめ玉も使い方は一緒です。ワイヤーにかしめ玉を通していきます。こちらも先ほどと同じ感じに作りたかったのでこんな感じでよいしょよいしょと通していきます。よいしょよいしょ、キュッキュッキュッと落ちちゃいましたね。キュッキュッキュッっていい感じの隙間作ります。可動域が欲しいのでちょっとだけ残す感じにしたとギュッギュッと潰してギュッギュッギュッ、はい、いい感じです。ワイヤーも切らずに残しておきます。こういう感じでたくさんイベント用に作っていきます。皆さんはイベント出展されている方は、まあ、なんとなくわかるかと思うんですけどもやっぱ隙間時間っていうのがたくさんあったりとかするんですよね。ちょうどこの時間帯は皆さんいないなとか通りが少ないなっていうそういう時間、携帯いじってるのは別にいいかとは思うんですけども雪乃の場合はこんな感じでワイヤーを使ったものを隙間時間にビーズを通してやっていってますね。そのための下準備を今しております。結構天候にもよるんですけどもこのイベント当日は大雪が予想されてまして、まあ少ないのかなお客さんはとかちょっと思いつつたくさん作っていこうと思って結構作ってました。たくさん作ることができました。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。チャンネル登録お待ちしております。